今回は大支配の準決勝3番勝負の第2局見ていきたいと思います。黒番がかけつく段で、白番が一力く段ですね。まあ、ここまで第1局かけつく段が勝っているので、まあ、絶対に負けられないという状況ですね。で、白すぐに33入ってきましたね。で、黒両がかりして、 ねまあ、左上は定石通りの進行になりましたね。でここで、まあ、黒次を省略しましたね。まあ、これは、まあ、次大きい手で、まあ、次は開きぐらいになりますね。まあ、これを省略して左下かかって。でここに打ちましたね。 で白は上から決めて開きですね。まあ、白としてもここまでの布石ゆっくりとした展開になってますので、まあ、お互い不満ないということかなと思いますね。黒としても堅実な布石で確実に地を取ってますよね。でここで、まあ、出た手がですね工夫した一手でしたね。まあ、ここ、まあ、単に取って で、というのも普通の手なんですけど、まあこれだと白5手を引いてしまうってことですかね。ここで黒に手を抜かれてしまう。まあ部分的にはなんか思いっかけてると非常に手厚いんですけど、手を抜かれてしまうってことですかね。後から出ても、こちらに受けられてしまって、その辺が地になってくるので,で、後からだと受けられちゃうと。 まあ先に出ることによって、まあこういう形となるわけですね。まあここで受けるのはやはり継がれてしまうってことですかね。これ大きいですので。まあここ、この手を省略、白省略できてますから、先に打つと、まあ黒はこっち受けるんじゃなくてこうなる形になりますので、まあこれは白先手を取りに行った手ですよね。まあこうやって、まあ黒にもう一手かけさせたという打ち方ですね。 これは面白い打ち方で、まあただ一応これ視聴、まあ現在は視聴という形で取られてますけど、まあ白先手を取ってこちらに非常に大きい場所をここに回りますので、まあ黒が打つのと白が打つ手との比較で非常に大きいので、まあここではちょっと損したんだけど、全局的に打てるという判断ですかね。互角の布石と。 なりましたねでここでこちらに打った手が堅実な一手でしたね。まあ、これは負けにくい手で、まあ、ここではまあ戦いが起こってますので、まあ、広げて戦っていくような手もありますけど、まあ、白に対してプレッシャーかけて右辺広げていくっていう手ですけど、まあ、これはなんというか負けにくい手ですよね。でまあこれシチり打 で逃げ出してこういうふうな戦いとなりましてでここに打った手がいい手でしたねもうこれは左辺の黒字を減らしつつもう攻めてる黒石をもうどんどん攻めていこうっていう手ですよねで切りを打って こちらに打った手がいい手でしたね。で、これで、まあ、黒逃げれないという判断ですね。まあ、逃げると、当てて、まあ、調子で当たる手があって、これ両当たりという形になるんですね。まあ、こっち逃げるとこっち取る手があって、まあ、次に黒石取る手があるので、まあ、助けるぐらいですけど、また取られて。これどんどんね、この左上の、 黒っていうのが弱くなるわけですね。これは、まあなんかこっち打ってるとまあ切られてしまいますので、まあ、全部頑張ると跳ねられて、えー、左上の黒が部分的に生きてないっていう形に、死んでる形になってしまいますから、中でという形で死んじゃうので、全部頑張ろうとする。まずいですので、まあ、結 こう、ここ通られる手が結構大きい,い。この形が結構大きいわけですね。なので、ここを取りぐらいということで,で。けど、まあ、評価値的には、まあ、白、 まあここまでの攻防としてはわずかに白がポイント取ったようですね。で、こちらに打った手が頑張った手でしたね。まあ、この手っていうのは左辺の黒をこれ全部取りに行った手だったんですね。ただ評価値見る限りは、まあ、下がる手が、えーまあ、この手だ。まあ、こうやって示してるんですけども。 下がる手が62%で。どうやらね、これ下がらない手、まあ普通に取りに行かない手もあったようですね。まあ取るっていう手なんですけど。まあこれで、まあ生きられるんですが、なんかどうやらこっちの方が良かったというのが AI の評価値ですね。まあ、 まあ一目ぐらいの差なんですけど、取りに行かない手もあったようですね。まあ、実際は取りに行きました。これも取りに行ったんですけど、まあここでもどうやら取りに行かない手を示してましたね。まあこうやって外側を打って生きるぐらい。まあこれで黒生きてるんですけど。まあ、どうやらこうやって先手取って、こんな感じで打つ方が良かったと。 言ってますね。実戦はただ取りに行きました。まあ、ここまでわずかに白だったんですけど、まあ、取りに行って、どうやら逆転のようですね。まあ、逆転といっても、本当に五十パーセント付近なので、まあ、ほぼ形成不明と形成互角と言っていいかなと思いますね。まあ、実戦はこれで取りに行って、一応、ここら辺の黒を、えー、白は取れまし取ることができましたね。 取ることできたんですけど、一応これで取れたんですけど、まあ、白は後手を引いてしまって、こちらに打ち込まれてしまったので、どうやらここら辺の攻防っていうのは黒わずかにポイント取ったようですね。で、切って。 まあこれで、まあここに打って、ここら辺の黒っていうのは全部取れたんですけど、まあ厚みができてしまったんですね。で、こちらに打たれて戦いなんですけども、まあどうやらわずかに黒。まあこの、まあ今現在の状況はわずかに黒という感じのようですね。で、ただ寄せ勝負に。 まあただ細かい寄せ勝負に入りましたね。で、こうやって。んで、ここで、こちらに打ってきましたね。まあ、この白石がどうなるかっていうのが今、現在の勝負と,ところですね。で、つけて、ぶつかって、 で、ここまでは黒がわずかに評価値高かったんですが、どうやらこの抜きで白逆転のようですね。まあ、ここっていうのは黒はどうやら継がなければいけなかったようですね。まあ、次の辛いところは、当ても両方効かされるっていうところなんですけど、ま、どうやらこの図が一番良かったようですね。この手を示してましたね。まあ、これ、次であれば、ま、黒は、 何がいいかというと、まあ、これに対してもこちらに跳ねて、ここの黒は全然無事なんですよね。まあ、切ったりすると、単純に、まあ、こっちから切れ手があって、まあ、こっちから当てる手があるので、まあ、これは取れてますよね。まあ、こっち出ても、 切る手があるので、これ連絡系ですから、まあ、やはり、あの、まあ、切る手はないと。これで取れますか。まあ、つまり連絡系ですので、まあ、ここを両方聞かされても、ここの黒手は無事だった。特に問題はなかったわけですね。実践は、 取ったんですけど、この上の当てを効かされて、まあなんかこんな形になってしまいまして、結構ここの白が私だったんですよね。一応ここら辺の白と連絡する形になって助かりましたので、まあここでどうやら白逆転ということになりましたね。 でここで黒勝負手打ちましたね。まあヨ、まあ、としてはここ受ける手大きいんですけど付けられるのが嫌だったということですかね。結構この付け引きが大きい余生でこの付けに対して反発したいんですけどこっちに引く手があって繋ぐと、まあ、出て切る手がある,あるんですね。 まあこっち繋げばこっち切って。これはここの黒石取れますし、取れてますよね。取れてますよね。えまあこっち打ったらこっちに打って。まあここの黒石取れてますよね。だから、付けが非常に大きい寄せなんですね。まあ実戦黒はここで勝負で打ったんですけど、 まあここに打つ手が非常に大きい寄せで、まあ、これが先手になりまして、で、ここの寄せにもありまして、で、まあ評価値見る限りは、まあここで、白としてはこの後正しく打てば、わ、ま、ず、あ、かに残るという形成になったようですね。 まあただですね、今、一力九段が、まあ、持ち時間が残り15分、約15分ぐらいという状況で,で、大支配の持ち時間のルールが最初2時間半しかなくて、まあ、使い切ると25分追加でもらえるんですけど、まあ、その時に2目込み出しでペナルティで出さないといけないですので、まあだから、まあ、非常に 細かい寄せ勝負なんですけど、持ち時間が1時間、一力九段残り少ないので、かなり難しい、えー、形成という状況にはなってるかなと思いますね。で、この対局は最後まで打たれまして、最後まで打たれて、白の二目半勝ちとなりました。最後もですね、一力九段少ない持ち時間で打ち切って、かけつけ段に勝ち切った。 名曲だったかなと思います。というわけで今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。